こんにちは、シオンです。実はですね、昨日まで1週間ぐらい韓国にいまして、昨日の夜日本に帰ってきました。で、今は、ガンダムの新しい映画ククルスドアンの島を見に、モコミにやってきました。で、すでにネットで予約はしてあるので、これから入場するだけです。で、前回閃光のハサウェイは映画館に行けなかったので、オリジン以来すごく久しぶりです。で、とても楽しみ。では行ってきます。ココンのセットでお願いします。ありがとうございます。はい、どうも。行きましょう。ガンダムは2階ですね。見終わりました。で、とても楽しかったです。ククルスドアンの島って、本来ファーストの15話かな、ファーストのエピソードを映画化してるので、まあ、内容自体は知ってたんですけど、新しい描写でアム、オー、セイラー、ブライトみたいな、馴染みのメンバーを大きなスクリーンで見れるだけでとても楽しかったです。あと、戦闘士のアリス78とザクとガンキャノンを中心に、すごくかっこよく戦うシーンがたくさん出てきます。あ、ドアンザクの HG がすごく欲しくなります。もう予約いっぱいで手に入らないみたいなんですけど、欲しくなりました。そのぐらいかな。まあ、これから韓国で撮ってきた動画もアップする予定なので、写真も楽しみにしてください。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。